今みんなチャイのこと見てる。いいのよ、恥ずかしがらずに見て。チャイね、最近悩みがあるの聞いてくれる？ありがとう。チャイね、今カレピがいなくてスキピはいるけどカレピッピなの。カレピッピピ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 ピ。いい人がいたら紹介してね。ピー、紹介してくれるまでチャイ寝てるから。それでは私、穴ぼこの、探検に行ってまいるでござります。こちらから穴ぼこの可能性を感じる。穴ぼこ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 、穴ぼこの歌。お、段差に気をつけなければ。穴ぼこの未来は穴ぼこの先、世の中のすべてのものに穴ぼこがある。魚肉を練ってかまぼこ、お城の上にシャチホコ。この辺にかまぼこ、いや穴ぼこを感じる。どこだ？あった！では、この穴ぼこにかまぼこが入るサイズなのか確認しましょう。おすんすん、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 おすんすん。なるほど。やっぱりもうワンコチュール100杯は無理。食後のデザート忘れてた。甘いものは別腹なの。今日は何かしら。煩悩が頭をよぎるとき、それは己の心がまだ未熟という証。証といえば明石焼き。いけないいけない。明石焼きが頭の中コロコロと転がってきた。煩悩を頭をよぎるとき、己の心がまだ未熟だという印。お汁、海苔のお味噌汁。煩悩が頭をよぎるとき。はい、いいねボタン押したかのチェックが入ります。はい、いいねボタン押してね。はい、ちゃんと押したかな。はい、先生にいいねボタン押した画面見せてね。はい、ちゃんと赤色になってますか。押した。はい、OK。 はい、スーパージャンプ。